嫌になっちまった花が咲きしまったわけもなく家を出たんだ宝生電話から友人に声をかけ待ち合わせた16の夜ガソリンスタンドの自動販売機で缶ビールを開け二人空を眺めた工場跡の空き地へ続く道へタバコをもみ消し全てに唾を吐いた Na 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 na